では、話を徐々に内容の方に入っていこうと思うんですが、皆さんのお手元の資料をちょっとご覧いただきながらですね、ちょっと聞いてください。で、これは何をやったものかと言いますと、CBOT の DAO 先物です。で、今日やる話は、代償の DAO の先物、日本取引所グループさんの提供ということで、代償 DAO 先物というものが一応頭の中に皆さんあるかと思うんですが、使うデータはですね、CBOT、CME ですね、CBOT の DAO の先物です。で、同じ動きだと思ってください。最終決済は DAO、代償 DAO 先物は CBOT の価格で決済するというふうに、前半の方の資料に書いてありましたんで、基本的な動きはもうこの通りだと思ってください。DAO 先物の商品特性ということで、基本的なデータです。今回はしつこいですが、CBOT の DAO を使いますので、その辺ちょっと代償の DAO とは若干違いますが、ご承知おきください。で、比較としてはですね、やはりアメリカっていうんでしょうか、世界の株価指数先物の中で一番出来高が多いであろう E-mini S&P500 と比較をちょっとしながら見ていきます。で、その後、この後のセミナーの話は、この2つの比較です。私は結構トレードのシステムの作り方が、例えば DAO を取引するときに、当然それが悪いと言ってるわけではなくて、私のスタイルは別の市場を見ながら、トレードするシステム作るっていうスタイルを取っています。したがって DAO を見て、かつ SP を見て、その関係、相関を分析しながらシステム作ったり、ストラテジー開発したりと、いうことになります。ですから、ちょっと話が先走ってしまいますけれども、先ほどちょっと言った通り、例えば FX 取引するときに、この DAO と SP500 を見て、FX をトレードします。直接 FX 見なくても、パフォーマンスはそこそこ出ると思います。あと225もそうですね。225のナイトセッション取引する際に、225見ないで、DAO と SP の関係を見ながら、225を例えば取引したりするといった形を取ったりします。具体的なそのストラテジーの考え方はこの後でご紹介していきます。で、簡単にやりますね、ここは。じゃあ一応ギャップの傾向というのを最初ご紹介させていただきました。では次です。二つ目の戦略に行きたいと思います。で、これはですね、私がこういった形でシステムを作るので、いつかどっかのセミナーでやりたいなっていうこと、思いがあったんですけれども、今回それがちょっと実現したというかですね、初めてこれご紹介しようと思っているストラテジーです。で、これはパンローリングさんで出ている、株価指数先物必勝システムという本で、アート・コリンズというシステム系のトレーダーが書いている本です。で、ちょっと文章長いんで、あれなんですけれども、必要なところなので、ちょっと抜粋したところ読みますね。SP500 の1ポイントはダウ平均の約8ポイントに相当する。これ赤にしたのは、また私だけ資料戻りますね。ここで紹介しましたよね。大体 SP が1ポイント動くと第8から9動きますよ。で、一致してるんですね。ここの話と。で、重要なのはその後ですね。こうした関係は下げ相場についても当てはまるが、一般に。ここ結構重要ですね。SP500 が先行する相場は信頼度が高く、ダウ平均が先導する相場は間もなく反転する可能性が高い。で、省略しまして最後、それを利用したトレーディングルールを開発した。その一つは SP500 がダウ平均よりも強いときは買い、弱いときは売るという戦略です。これもですね、本で紹介されているものですね。ただ結論言うと FX も同じようなパフォーマンスになりますよ、これ。これは実験し、検証しました、私は。特に、最初ルールいきましょうか。そっちですね。じゃあ、紹介されているシステムのルール。SP500 先物の前日終値からの変化率が、DAO 先物の前日終値からの変化率よりも大きい場合は、DAO を買いましょう。DAO を買ってやろう。どうでしょうか、わかりますでしょうか。前日終値からの変化率、何パーセントぐらい上がってる、何パーセントぐらい下がってるって話ですね。SP500 が何パーセントぐらい
上がってるか、ダウ先物が前日から何パーセントぐらい上がってる下がってるか、それを見ます。つまり SP500 先物の前日終値からの変化率がダウ先物の変化率よりも高い、つまり SP が上昇率がダウよりも高い時です。この時にはダウを買いましょう。本の中では SP500 自体を取引してます。ただ私は意外とこういう正しい指標っていう言い方は語弊があるかもしれませんが、今皆さんにご紹介しているのは SP は意外と正しい相場の姿を表していて、ダウは、まあ、間違ってるっていう言い方は語弊があるかもしれませんが、 SP と比較をすると信頼度の置けない指標だっていう書き方をちょっとしてるじゃないですか。そう捉えられると思うんですよ。そうすると正しい方ものをトレードするんではなくて、SP500 ではなくてダウを取引することによってダウは SP についてくるって発想ですね。これ市場間分析の一つの姿だと思うんですけれども、なので私は意外とこういう時は SP を見てダウを取引するというスタイルを取ります。本の中では SP500 を取引してるんですけれども、私はこれは SP を見てダウを買うというスタイルにちょっと改良改造しました。さっきギャップの話がありました。一つ目の話、そのギャップの話と今の話を合わせます。でトレードの回数を1回だけにします。具体的なルールです。ここに書きました、買いのルール。ダウの先物がギャップアップして始まった場合に SP500 先物のギャップ率、ギャップ率ってことですね、あの何パーセントギャップがあるか、上昇して始まったのか下落して始まったのかということです。それを一応私はギャップ率という形で表しました。 SP500 のギャップ率がダウ先物のギャップ率を上回っていたら9時35分、まあ、よりですね、よりで買ってやりましょう。売り、ダウ先物がギャップダウンして始まった場合に SP500 のギャップ率がダウ先物のギャップ率を下回っていた場合は9時35分にショートしましょう。こっちの左側のやつはですね、さっき皆さんに実は見ていただいたものでして、ギャップだけです。最初のギャップだけのやつですね。ちょっと私だけ戻りますね。ここですね、この話をしたじゃないですか。でショートの方がこの話をしたじゃないですか。これです、今ご紹介している左側はこれですね、こっち側ですね。これが今の SP と DAO の上昇率下落率を見ることでどれくらい改善できたか、あるいはもしかしたら間違った方向になってしまうのかもしれないというのをご紹介したのがこちらの右側です。そうするとトレード回数は、これロングですね、965回が635回、3分の2ぐらいになりました。回数がで成績が、まあ、プロフィットファクターとか平均損益とかあるんですけれども、これが少しこのルールを付け加えることによって上がりました。ショートもそうですね、826回、ギャップだけだと826回だったものがこのダウと SP の上昇率下落率を見ることによって回数はやっぱり826回から550回に減りました。3分の2ぐらいになりました。で成績は若干上がりましたと。よく言うじゃないですか、5ドルとか、やっぱり5ドルのパフォーマンスがいいですね。あとクロス円、ユーロ円とかはパフォーマンスはあのダウ取引するよりも5ドルなんかを取引した方がパフォーマンスは出てました。なので乱暴な言い方をしちゃうと、例えば5ドル円取引するときにこの考え方を使って5ドル見なくてもある程度今日は5ドルが上がりやすいのかな、5ドルが下がりやすいのかなっていうのはある程度は推定できるということです。で皆さんが例えば5ドル円買おうかなって思ったときに、こちらのショートの条件にニューヨークの株の市場がなっていたら、もしかするとロングするのは危険なことなのかもしれません。毎回毎回そうじゃないですよ。ただ今日はむしろ5ドル円ショートした方が勝ちやすいのかなっていう考え方で対応していただいた方がいいということがわかります。